皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。今回はですね、ドラマーによるイヤモニのシステムについて、配信させていただきたいと思います。っていうのもですね、生配信での質問とか、僕の生徒さんの中にでもイヤモニって一体何なんですかみたいな、こうイヤモニに興味がある方もいらっしゃるので、まあ、そのシステムについて紹介させていただきつつ、まあ、その必要な機材などもね、今回の動画ではご紹介させていただけたらと思ってます。っていうのもですね、パールさんから実はこんな商品が届きました。ででーん、こちらが X-Vibe というメーカーから出てるですね、UFO ワイヤレスインイヤーモニターシステムというね、まあ、そういうワイヤレス、イヤモニになるんですけども、まあ、ライブ演奏時などですね、こう有線になってるわけなんですけども、まあ、それをワイヤレスにしたのが、まあ、こちらの、まあ、今回のこちらの機材となってます。で、まあ、こちらのね、機材紹介も今回は、させていただこうと思ってます。で、今回の動画の概要はこちら、バーン。まずイヤモニというものは一体どういうものなのか、どういう状況で必要なのか、ドラマーがイヤモニをするにあたっての必要な機材、この有線を使ったイヤモニでですね、演奏中によく起こりがちなドラマーのトラブルあるある、そしてまあそれを踏まえた上での、まあ、ワイヤレスにするメリットなど、そんなことをご紹介させていただきます。最後はですね、この X-Vibe UFO の紹介、使い方、などを紹介させていただこうと思います。なので、まあ、動画の前半ではですね、イヤモニを使ってのライブ経験がある方は、まあ、基地の情報になるんじゃないかなと思いますので、X-Vibe UFO のことをさっと知りたいなという方はですね、動画の前半を飛ばして後半の方に、お進みいただけますと幸いです。それではやっていきましょう。まずイヤモニというものは、まあ、一体どういうものなのかというね、ご説明をさせていただこうと思うんですけども、まずこうライブハウスでのライブっていうのは、この演者が聞いている音と、お客さん側が聞いている音っていうのは、異なるわけなんですね。こう演者側が聞く音を中音、そしてお客さん側に向ける音を、外音と言ったりするんですけども、まあ、一般的なこうライブハウスではこうドラムセットの横にモニタースピーカーって言われるスピーカーが置かれてるわけなんですね。で、こちらが、まあ、モニターとか、まあ、返しとか転がしとか、なんかそんな呼び名がついてるんですけども、そこから、まあ、他のパートの演奏を返してくれるんですね。で、このライブのリハーサルの時とかに、まあ、サウンドチェックの時とかにですね、ドラマーは、まあ、例えばこうボーカルを大きめに返してくださいとか、ギターを少し下げてくださいとか、ドラムを切ってくださいとかね、そんな要望を、リハーサルの時に PA さんに、伝えます。そうすると、このドラムの横の、まあ、スピーカーから自分の要望に沿った音のバランスで返してくれるわけなんですね。で、それを踏まえた上での、まあ、イヤモニというのは、イヤーインモニターの略なんですね。で、この、モニタースピーカーから出してくれる音を、まあ、イヤホンとかヘッドホンとかを装着して、まあ、直に耳で、聞くことを、イヤモニと言います。まあ、もちろん、モニタースピーカーからでもですね、まあ、問題なく演奏することは可能なんですけども、まあ、そのデメリットとしては、やはりこう中音っていろんな音が鳴ってるので、なので、ね、こう、他のパートの演奏が、まあ、細部まで聞き取りにくいみたいな、まあ、そういったことも、もちろんありますし、特にこのボーカルの MC とか、こう、聞き取りにくかったりするとですね、まあ、例えばこう、タイトルコールが、まあ、何を言ってるかわからなくて聞き取れなくて、まあ、ドラマーとしてはもうカウントインできないみたいな、できなかったみたいな、なんかそういった経験は僕にも、あります。で、その点、こう、イヤモニをするメリットとしてはですね、まあ、直にこう、耳で聞くことによって、まあ、他のパートを細部までね、こう、意識できるという、まあ、そういう聞こえづらさを、改善してくれたりだとかですね、まあ、モニタースピーカーから、こう、余計な音を出さないので、まあ、中音をスッキリさせるという、なんかそういったメリットもあります。PA さん側の音をですね、イヤモニ、まあ、こう、イヤホンの方に返す、ミキサーというね、ミニミキサーが、必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、僕はこれを使ってるんですけども、あとはま、イヤホンですね。イヤホンは、Bluetooth のものは使えないので、有線のイヤホン。そして、ボリューム調整がついてないものがいいですね。で、あとは長さを伸ばす、イヤホンの延長ケーブルが必要になります。ミニミキサーのインプットに、PA さん側の音を出力するケーブルを、挿します。まあ、こちらもライブの時にですね、PA さんから、まあ、こちらをこれですってこう渡されると思うんですけども、そちらをこう挿します。そしてですね、このミキサー側のフォン端子に、イヤホンを挿して、自分の耳元に音を返すという感じですね。で、通常ここでね、まあ、イヤホンのケーブルを挿すというね、まあ、そんな具合にこう有線で、挿すことになります。で、後ほど、詳しく説明させていただこうと思うんですけども、X-Vibe U4 ではですね、この受信機ですね、イヤホンを挿す受信機とこうイヤホンに送る送信機、まあ、この2つがこうついてるんですけども、この送信機の方をミニミキサーの方にクスッと挿してしまうというわけですね。
で、ちなみにこの送信機の方をですね、まあ、直接 PA さんに渡してしまって、で、PA さん側のミキサーに、まあ、直接挿すというね、こともできるみたいですね。まあ、こちらはね、PA さんと相談しながら進めた方がいいと思いますので、まあ、あらかじめね、こういうものを使いますということを、お知らせしてですね、それで相談しながら進めていけたらいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、手元にミキサーがある方がですね、まあ、さっとこう、ボリューム調整が手元でできたりとかするので、まあ、その方が個人的にはいいんじゃないかなと思っております。基本的にやっぱ有線でイヤモニをしているとこうドラムセットから動けないわけなんですね。で、慣れていないとね、こう立ち上がって、パフォーマンスしたりとかもね、しにくいということなんですけども、まあ、立ち上がってこう座った時にですね、こう自分のお尻でこう線を踏んでしまって、まあ、イヤホンが外れてしまったりとか、こう引っかかりながら演奏して、まあ、演奏に集中できへんとか、なんかそういうこともね、やっぱ起こりがちやったりするんですね。で、ドラマって結構ね、こう椅子の位置をこうやりながら微調整したりするんですけども、まあ、その時にこう、イヤホンの延長線を踏んでしまって、まあ、引っ張られて、で、こう、外れてしまったりとかもする原因となったりします。で、なんかそういったそのお尻でこのイヤホンのコードを踏んでしまうとか、そのドラムの椅子でイヤホンのコードを、踏んでしまうみたいな、なんかそういった意図せずコードを踏んでしまうみたいな、そんな心配が、まあ、ワイヤレスだとなくなるんじゃないかなと思います。コードを踏む踏まない問題、まあ、以外にもですね、まあ、例えばこう、セッティングを終えて、で、一回はけて、で、SE が鳴ってる間に、こう、ステージ袖から、こう、登場して、で、そのまま演奏をスタートするみたいな、なんかそんなバンドもいるんじゃないかなと思うんですけども、で、そんな場合って、その、登場してから、まあ、イヤホンを、まあ、つけるか、まあ、またはこう、イヤホンつけといて、そのイヤホン延長コードに挿すみたいな、なんかそういうことになるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、始まる前って、まあ、基本的にステージ上って真っ暗やったりとかもするし、こう、ドラムセット周りで結構ごちゃごちゃしてるんで、で、ライブ前も緊張してるし、なんかこう、イヤホンをただ装着するっていうだけでも、ライブ前って結構大変やったりするんですね。で、まあ、その点、こう、ワイヤレスだったら、こう、装着したまま、こう、入場できるみたいな、まあ、そういうことも、可能なんじゃないかなと思います。で、こう、終演後もですね、なかなかこう、スマートに退場しにくいですね、イヤホンをつけてたらね。なんですけども、これも、ワイヤレスだったらスマートに、こう、入場もスムーズにいけるし、退場もスムーズにいけるんじゃないかなっていう、ところになってますね。まあ、スタジオ練習する際にもですね、例えばスタジオで、スピーカーから音を流しながら自分の耳でもモニタリングするみたいな、なんかそういったことも、可能だったりすると思います。そうするとね、この練習も、まあ、はかどったりするんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひね、もう練習の段階からイヤモニを導入して演奏するっていうのも、まあ、こう音への意識をこう高めるっていうことでも、まあ、非常にこういいんじゃないかなと思います。ということで、最後にこの X5、U4 のですね、まあ、紹介をちょっと軽くさせていただきたいなと思うんですけども、使い方非常にシンプルですね。で、まずはこの、受信機の方ですね。受信機の方の、この端子の方にですね、イヤホンを挿します。くさ。そして、電源をこう入れまして、そして、この送信機の方も、電源を入れます。そしてこのここに、チャンネルを合わせるメモリーがついてるんですけども、まあ、これどちらも1番同士、1番を使うなら、1番に設定をするということですね。2番を使うなら2番に設定するということです。まあ、こちらのチャンネルを合わせます。で、こちらの、送信機の方はこのミキサーに挿してですね、受信機の方には、まあ、こういうベルトにつけれるものがついておりますので、腰の方に挿してですね、イヤモニを装着するということとなってます。で、こちらの受信機の方にですね、こうメモリがついてるんですけども、これボリュームですね。まあ、真ん中ぐらい。真ん中よりちょっと大きめに設定をしておくといいんじゃないかなと思います。この、機材は、まあ、コスパがいいなという、ところをすごく感じました。まあ、Amazon で、34,100円。まあ、このワイヤレスのシステムって、10万円ぐらいするものがあったりとか、まあ、ちょっと高めなんですけども、まあ、非常にコスパがいいなという、ところを、思います。まあ、このワイヤレスのシステムでよく心配されているのが、レイテンシー、まあ、タイムラグ、っていうものなんですけども、0.5 ミリ秒未満ということらしいですね。0.5 ミリ秒未満ということは、その誤差が 0.005 秒らしいです。はい。ある記事によればですね、一般的にプロ演奏家の方のそのレイテンシーの許容範囲っていうのは 0.01 秒らしいんですね。 U4 のですね 0.005 秒っていうのは、まあ、プロの方でも、まあ、違和感を感じないレベルなんじゃないかなと思ってます。はい。
で通信の安定性ですね、こう途中で切れてしまうんじゃないかなと、こうワイヤレスの場合って不安になるんですけども、まあ他の、この UFO を、使用されているアーティストの方が、こちらを使用してですね、ワンツアーを回って、まあ、ライブをね、たくさんしたということをおっしゃっていたんですけども、まあ、全然こう問題なかったということも、おっしゃられてました。で駆動時間ですね、連続の駆動時間が、まあ、連続5時間続くらしいので、なのでまあ2時間ぐらいのワンマンライブでもまあ余裕で持つという、こととなってますかね。はい、でこれは余談なんですけども、同期演奏をする場合ですね、僕が現役でバンド活動をやってたのは、まあ、10年ぐらい前なんですけども、その時に同期演奏として使ってたのはこの R8 というね、 Zoom の R8 という MTR という、機材なんですけども、まあ、こちらの中に、同期のその音源を入れて、でこの自分の耳と、まあ、PA さん側に送ってっていうことをやってたんですけども、現在では、まあ、たまに僕サポートで、ライブをしたりとかするんですけども、現在では PC の DAW ソフトを使って、音源を出力しています。まあ、DAW ソフトというとね、まあ、音楽編集ソフトをやったりするんですけども、まあ、僕は Logic Pro というね、Mac の、ソフトを使ってます。で接続としては、PC とオーディオインターフェースというね、機材が必要となります。オーディオインターフェースっていうのが、マイクとか楽器を、パソコンにつなぐための、機器となってます。まあ、PC に音声を取り込んで、音楽制作ソフトで、まあ、録音したりとか、このように、音楽ソフトの中に、まあ、並べてるトラックをですね、個別に出してですね、再生したりするという、なんかそういうものとなっております。僕がライブでやってた環境を簡単に説明するとですね、まあ、まずトラック1に、シンセサイザーなどのね、音が入っております。でこれを、ステレオで、まあ、1、2の、まあ、アウトプットからこう出すという、こととなってます。でトラック2に、2つ目に並んでるのは、ボーカルのハモリのコーラスですね。でこれは、3のアウトプットで、でこれも、まあ、1、2同様 PA さんの方に、送っております。でこの4番っていうのはクリックなんですけども、クリックはこれは自分のミキサーの方に、出力してます。こちらの、ミニミキサーの方にはですね、まあ、このパソコンの中にある入っている同期も含めた、まあ、PA さん側からの音ですね、まあ、他のパートの入っている音が、ミニミキサーの方に返ってきて、でクリック自体は自分の、手元で音を大きさを微調整するというね、そういったことを、やっております。はい、ということで、まあ、今回ねイヤモニのシステムについて、ご紹介をさせていただきました。まあ、ぜひね、もし、イヤモニに興味がある方いらっしゃいましたらですね、まあ、この動画を参考になれば嬉しいなと思います。そしてまあね、ワイヤレス検討されている方はですね、X5、U4 気になる方はですね、ぜひチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、そんなことで、本日もありがとうございました。さよなら。